止まっていた南北の通信ラインを回復させるということが始まっています。朝鮮半島の島場へ向けて攻撃の国が動いている可能性は今あります。そこに日本が反応して北東アジア北朝鮮の対象力を確保していくので、そういうゼロを引くことによるので一度一度を上げ始めました。これ多分ここからデモが始まります。デモが始まります。はい、左翼陣営がシュプレヒコールを始めました。戦争をやめろっていう風に日本人に対して一生懸命言ってはります。私たち戦争を仕掛けられた方なので、私たちに、戦争をやめろって言われてもちょっと困っちゃうかなって感じですね。何言ってんだ、戦争を仕掛けてれば自分にやることか。それはその恥を知ればかやろう。同じに国家の集会も国家の集会も我々以下の簡単いらないんだよ。広島市民が望んでいるのは静かな広島平和記念公園なんだよ。そして厳格な平和記念式典なんだよ。そんなことも分かんない本当だ。そんな公園で来るんじゃない。さあ、なんでだった記念式典封鎖にしてるんだよ。なんだって。おかげさまで。こっち側が左派のデモ隊です。こういった8月6日を戦時をするやつらさ、核投下の責任ってアメリカなんですけど、なんで日本に言ってるんですかね。今8時15分でございます。皆様黙祷を下げておられます。今、黙祷が終わりました。これからデモ行進が始まります。まあ、こんなことじゃ静かに祈りを捧げることもできないですね。私も一応被爆者の遺族として、やっぱり自分の亡くなった祖母の思いなどを考えると、ちょっとこういうのは悲しいなと思いますね。左翼に対して怒ってる人たちもいます。はい、デモ行進が始まりました。ドクター上川恥を知れ、ドクター上川市長へ提督するな、中学校は市長を冒涜するな、中学校は市長を冒涜するな、8月6日の政治